チュア。チュア。お前回ってんですか？いや回ってんだよ。もうあのセカンドチャンネル。セカンドチャンネル。ああ、はい、もう雑談。ああよかった。よかった。何かわかんないですけど。何そのそれも炭焼きやめてくれる。ごめんなさいごめんなさい。いやいやでもセカンドチャンネルっていうのは、はいはい、なんていうの本当に好きな人っていうか、うん、まあその人なりをこう引き出していくという、はい、まあ緩い感じで、緩い感じでね、まあ北海道で生まれ育ち、はい、私ですか、はい、そうだよな、そうです札幌です、札幌だよな、札幌でフェリス行ったんだな、はい、横浜のいいところって何だったの？横浜、あ、ちょっと待って、フェリス行った時に横浜のどこに住んだの？はい、横浜駅です。横浜駅？はい、の近くに住んだ。横浜駅のビブレっていうショッピングセンター。あ、あるね、ありますよね、うん、隣にこう川が流れてて、あるある、今もないですけど、ハマボールっていうボーリングセンターがあるんですよ。あるある、わかります、うん、その隣にちょうど私が引っ越す時に学生マンションが建ったんですよ。あ、何寮みたいな感じなの？学生のみがマンションです、寮ではないですけど、はい、それ何その横浜に出てくるきっかけっていうのはやっぱりフェリスに行きたいと思ったの？うん、行きたいというかこう東京に出たいって時に父親があの OK する大学じゃないとダメだって言うし、本当は北海道にいてほしいから、お父さんが何するか分かんないもんな何するかはそんな感じじゃないですけど、お父さんがいいっていう大学じゃないとダメだっていうふうに言われて、うん、でフェリスだったら OK だった、なんか よかったですね。フェリスの学生ってさ意外と突っ張ってんだよね、おしゃれにしてみんな突っ張ってるって何ですか、こんな話でいいんですか、そして全然全然いい、 いや横浜のだから当時遊んだ場所とか、うんうん、横浜に印象が残ってるところ、うん、だって横浜ファンもいるし、これから行く人だっているじゃない、はい、遊びに行って、はいはいはい、あどこ行けばいいのかなっていう、はい、で一番印象に残ってるところはどこなの？横浜で、あの山下公園、おう、大桟橋でしたっけ、あのなんかこうカップルしかいない、おう、だからそんなことありますよね、きっとね。俺はない。あ、ないですか、うん、そんなとこ行かない、目立つじゃない。あ、そうですね、うん、だからそんなとこうろうろしてない。いやでもあのロマンチックさには、ね、それは当時の彼氏と言った、行ってないんですよ、だから知らなくて、一人で行ったんじゃないの、友達と行ったんだから友達と行きました、そこはセーフでした、本当に一人だったら相当寂しかったです、知らなくて、うん、横浜いろいろ回ろうって言って、まあ、みんな鳥取とか福島とか友達はみんな地方から出てきた、ね、出てきた友達で集まって行ったらカップルしかいなくて、もうチュッチュチュッチュしてるしな、そうだから何ここと思って、でもやっぱすごいこんなとこがあるんだっていうか、じゃあ景色も綺麗で夜景も綺麗で、あ都会だなって思いました、最初の衝撃。でもさ、横浜駅のすぐそばに住んだらさ、もう相当いいところだよね、横浜の中では。あ、そうですね、最初保土ヶ谷に住んで1年、保土ヶ谷ってとこに住んでましたけど。あ、保土ヶ谷な、はい、1年間住んで、あそこは行かなかったの、新井由実が歌ってたさ、ドルフィンがどうのこうのとかさ、か喫茶店とか、ドルフィン、いやな、俺もうる覚えでさ、もう最近ドルフィン、わかんないいやいや、何かね、海が見える喫茶店があるんだよ、カシマにあるんですね、うん、ある、だからそういうとこは行ってないの。お前ロマンチストじゃないよね、意外に。あ、そうかもしれない、豊かさの方が絶対ロマンチストですね。でそうだよ、俺はね、うる覚えだけどね。そう、私ないですね。いや、それで何、他には他はないの？中華街でアルバイトしてました。え、なんていう店？いや忘れたんですけど、なんか中華街で。なんで忘れてないんだよ、お前絶対忘れない。お前忘れてたらアウトだぞ、お前。バイトしてるんだろ？いや、すっごい短かったです。あの、ルミネの、ルミネ横浜わかります、うん、横浜にルミネがあるんですけど、そこの上のレストラン街で3年ぐらいバイトしてました。それは名前覚えてるんですけど、うん、中華街は忘れた。中華街はね、ほんと短くて忘れちゃったんです。なんでだっけな、なんでバイトやったの中華街で、なんででしたっけね、あ、
これだけ変に聞こえるかもしれないですけど、高校の学園祭の時にみんなでチャイナドレスで踊ったんですよ、うん、でチャイナ服を持ってたんですよちょうど、うん、それでそれがそれが自分が似合うと思った違う違う違う、それ持ってたらそのまま着ていいですみたいなので、うん、あせっかくだからと思ってやったんですよ。そうそうそう思い出した、いやそれすごい大変だった、すっごい辛くて、なるほど、はい、でも、ね、でもすぐやめたんだろ。すぐやめた。フェリスって私なんかこう父親の時代と今の時代ってちょっと違うのかなって思ったのが、プロ野球ニュースの解説者の一人フェリスって言うとなんか嫌な思い出、そうだろいや嫌な思い出じゃなくて結構さちょっと突っ張ってるお姉ちゃんたちは多いよね。なんかで飲み会とか合コンで会ったとか、私はフェリスみたいな感じでしょ。そうそうそう、なんか全然いいイメージがないって言われて、いや悲しくて、あのね、あれフェリスともう一つなんか隣接してあるだろ、近くに隣接白百合、あ白百合だっけ、東洋 A は女子大だっけ、わかる、いやフェリスが突っ張ってんだよいやなんでね、ブランド品とかね、こうバッグとか買って持って、あ、うんうんうん、シャネルとか、そうそうそう、そうだろ、なんかそれを競い合ってるというか、ちょっと背伸び感、背伸びしてる、だいぶな、うん、だからね、それをね、いやそういうイメージが強いよ、そう横浜の選手はね。中央大学はいいですか。バンカラだもん。バンカラなんだよなんだよその言い方が。いや死後バンカラって言わないのも。言わないですよ。いや硬派だから。硬派、うん、あそうですか、うん、中央大学。いや中央大学っつってもさ、俺がなんていうの、2年お茶の水、3年から八王子に変わったから、はいはいはい、だからもうお茶の水に行ってる時はさ、はい、まだ都会じゃない。確かに八王子でお前ちょっとハブが出ますみたいなええみたいな。確かに自然いっぱいって感じですよね、うん、自然しかなかったから当時はね、はいはい、うん、だからもう何にもないよね。横浜のあの山手に、はい、からこう降りてくるフェリスの人なんか多分相手にしてくれないぐらいのレベルだったと思う。へえ。いやほんとほんと。中央大学のじゃあ女性は、女性はね一人好きな子ができて、野球部の時に、へえ、で告ったんだよ。はそしたら坊主頭嫌ですみたいなはみたいな、いやこれしかできないんだ。ひどい。それだけ理由、うん、だから今でも嫌われるっていうね、坊主頭変わらない坊主もカスカスだからスカスカになってるから、笑うしかない、まあ、突っ込めない。まあまあそういうような感じで、まあ俺らの時の学生の時っていうのはもう本当に学校行ったら学食行くのが楽しみでさ、だって野球部の寮の飯って本当に質素でさ、もうとりあえず白飯だけでも。そうだよ。へ、いやそんな肉なんかはそのリーグ戦の試合の前の日しか出なかったから、やっぱいやそんなもんだよ。いや時代だよ、今ってすごい力入れてるじゃないですか、寮のご飯って、うん、取り上げられるぐらい、うん、いやいや、だから俺らの学食行って安いから、もうなんかコロッケとかひょーみたいな食ってたぐらいの時代だよ。へえ。だフェリスは、うん、ちょっとはいお茶でもしましょうみたいな、そんな感じでしょ。そうですね。でこうやってこういう立ててこうやってお茶飲んで。でもねフェリスもね、そのお茶の水と八王子というこの関係とちょっと似てて、フェリスも文学部は緑園都市っていう田舎な、すっごい田舎にあって、ああ音楽部だけ山手。どっちだったの。緑園都市。あなんだよお前早く言えよお前、突っ張ってんじゃないよお前。当時の名残が、ちょっとこうな、絶対隠すだろ。いや私はやめてよみたいな感じだろ。隠す。緑園都市。衝撃ですよ、私それ騙されたと思って。そうだろ、はい、札幌の奥地に入ったような感じだ。いやいや本当そうです。だ緑園都市ですもん。緑園、緑しかなくて。いや、あでも俺らの都市とは全然違うから、まだまだ開けたよな。いやでも近くにあるのサイゼリアとガストだけ。そんなオンリー、まあ時代は違うけどな、緑園都市は田舎だな。めちゃくちゃ田舎、うん、
まあ田舎の人が見てるかもわからない。でも田舎を嫌ってるわけじゃない。そうそうそう、だから田舎出身なんで、はい、まあ、都会に行きたかった、ね、そうそうそういうこと。俺もそうだよね、お茶の水、あ、いいなと思ったけど、八王子に行った時に、ね、なんだこれと。まあ八王子をこすってるわけじゃないけどね、うん、まあ何言ってもポケットを掘ってるみたいな感じがする。でもなんかやっぱこの年になって落ち着くのはでも緑だったりしませんか。確かに結局あのなんていうの、何欲だっけ、森林欲そうそうそう、そう森林欲、あれなんて言うんだっけ、こうマイナスイオンとか、はい、マイナスイオン浴びてね、浴びて、はい、なんかこう影響を養う。そうそうそう、私はそっちですもん結局。俺もオフにはなんか旅行行きたいな。行けばいいじゃないですか、 YouTube で。 YouTube でどうですか。お腹鳴った鳴りました。お腹空いてる空いてる、空いてますけど